園芸ラボです。いよいよもうフードを着るようになってきたら、このような食虫植物ウツボカズラもいよいよもう寒さで紅葉してきました。このようにもういかにもいい加減寒い、何をやってるのっていうぐらい紅葉してきました。これ非常に見た目には綺麗なんですけど、もうだいぶ株が弱ってきたので、もうこのように紅葉してアントシアニンがついて、もういかにも弱ってきましたので、もう中に入れる時期が来ました。もう本当にかわいそうな状態になってきました。ですの枯れている部分、この葉っぱの部分を取って、少しでも光が当たるようにします。これですね、こういう風に傷んでいるものは切ります。この苔ですね、土の通気性が悪くなっているこの苔とかをちょっと軽く指で取って、はい、ちょっと取ってこれる状態で入れていきたいと思います。非常に寒さでもうちょっと早く入れてあげればよかったんですけど、こちらも同様にネペンテス、ここで葉っぱを切って傷んでるところを切っていきます。重要に葉緑体が残ってるやつはまだ大丈夫なので、このままノコつけておきます。そして草ですね、このように草を取っていきます。はい、これは挿し木したアラータですね。非常にこれも寒さに慣れてるんで、だいぶ日本だいぶここ来て3年ぐらい経つかな。だいぶ大きくなったね。よかったね。寒かったね。はい、最後はレッドアラータ。これです。もう非常に寒さに耐えてたんだね。ここで切ります。ごめんね。葉っぱが赤ずんできて、もう枯れる寸前でした。ごめんなさい。はい、こんな感じです。これをあちらへ運びます。ハエトリソウは草を取って、このまま外で越冬させます。この場合水分は少し水位を下げて、腰水の水位を下げて少し凍らないような感じにします。だんだん地上分が枯れて球根だけの姿になっていきます。こうやってちょっと取っていきます。モウセンゴケはこのように株の状態が悪くなってきました。これはここの状態の部分を切って、草を取って、下葉を取って綺麗にしてから入れたいと思います。このようにモウセンゴケのちっちゃな株が出てたりするので、それは取らないように注意してあげてください。ごめんね、入れるの遅れて。お嬢さんが悪いんだよ。私のせいですか。いや、あとは室内の人工気象機の中にこれを移して完成です。はい、このように室内に入れるときに注意してほしいのは、鉢底の網にナメクジやダンゴムシが入ってるときがあります。これはまだいいんですけど、ムカデとかが入ってると非常に危険ですので、鉢底に虫が入ってないか確認、もしくは1日このような外で中に置いて虫が入ってないか確認してください。これで越冬できます。一応暖房しなくてもこれでいつも越冬してるんですけども、本来はネペンテスの種類によっては15度ぐらい必要なものがありますので注意してください。はい、あったかいね、よかったね。このように、そしてネペンテスの仲間は冬場も腰水にしないとダメなので、寒さに関係なくこのような環境にしてあげてください。このように高原の明るさである程度いよいよ温度が保てるので、夜間はちょっと下がっても大丈夫です。さあ、また状態が良くなったら皆さん園芸ラボに見に来てください。